はい、皆さんこんにちは、国友9です。今日はみんな大好きあのゲストに遊びに来てもらいました。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。こうして皆さんとお会いできたことに感謝するんだぜ。感謝いたします。ちょっとびっくりしちゃいましたね。そんなわけでこの二人と一緒に激安飯テロ動画始まります。それじゃあとくとご覧あれ。ご覧あれ。この丼ボタンをポチります。ご飯大盛り無料。カルビクッパ丼大盛り味噌汁付き。これで450円。噂には聞いていたけど、これは想像以上なんだぜ。すっごいボリューム。これは完全に値段の付け方バグってるわね。うん。ジュリ、うぷ主ばかりずるいんだぜ。そうだそうだ、私たちにも食わせろ。撮影終わったらちゃんと食べさせるから。やったー。タケノコがいっぱい。タケノコといえば、この間メメちゃんにタケノコいっぱいもらったんだぜ。メメちゃんあざしたー。そうそう、5トンぐらいもらったんで、後で国とこキッチンでやりますのでお楽しみに。5トンは大げさだろ。まあ5トンは大げさだけどね、生のと茹でたので合わせて20キロぐらいはあったよ。タケノコ配りおじさんやー。でもこの食堂なんでこんなにお安いの？ニコニコ食堂は東盲給食センターという会社が運営している食堂で、この場所も軍大のキャンパス内にあり、学食と食堂2つの顔を持つ飲食店なんだぜ。そうか、学食と考えれば納得の価格ね。でもその価格で一般の人も利用できるのは大変ありがたいことよね。うん、うぷ主もそこが気に入って奥様と足しげく通っているんだよ。専門店には及ばないが、この価格でこのクオリティの料理を提供することが素晴らしいって。てか私たちに解説させて、本人は黙々と食ってるだけじゃねえか。油揚げがたっぷり、じゃねえんだよ。じゃねえんだよ。早く食わせろマリサ、撮影が終わるまでの我慢よ。そうだな、あと3分ぐらいだから我慢するか。お、うまそうなサラダ。ブロッコリー、トマト、マカロニサラダ、レタス、パプリカ、オレンジ、キャベツのレモンマリネなどぎっしり詰まって、250円くらいか。100円、冷え安いにもほどだー。おお、クラゲでかすぎ。でっかいキクラゲ。味噌ラーメンの時もでかかったわね、うん、ニコニコ食堂名物なんだぜ。出たな、七味系 YouTuber。 国とこスペシャルはうぷ主の名がついたカスタマイズ七味だぜ。調子づいて親方に調合してもらったけど、動画を通して多くの人に絶賛されているヒット作なんだぜ。もともと良い原料使っているから、どんな調合しても美味しいんじゃないの？それはあるな。だけどこの香りは癖になるわね。香辛料の一つ一つが香りを主張しつつ料理の味を引き立てるんだぜ。オープニングスペシャルだぜ。これもうぷ主が好んで使っているカスタマイズニンニク七味だぜ。ニンニクスペシャルうまそう。クッパ丼にはニンニク系が一番合う。ニンニクの香りと香辛料の風味がたまらなく食欲をかきたてるわね。ニンニク七味はどんな料理にも合うんだぜ。うぷ主は日本そばにも好んで使うぜ。そばにニンニク七味？おそばの風味を壊さないの？私もそう思ったんだが、食べてみると結構合うんだぜ。霊夢、今度やってみな。そうね、うぷ主が冷凍している七味ストックをくれたから、今度チャレンジしてみようかしら。美味しい七味があるだけで食生活が豊かになるぜ。ところでこの七味はどこで買えるの？おお、いい質問だぜ。本来はお祭りの屋台で出店していて、その日時をうぷ主が動画にして告知しているんだぜ。へえ、そうだったのね。でも今はお祭りがないから買えないじゃない？そうなんだぜ。今は川崎大師でもっぱら日曜日だけ親方が出店してるぜ。詳しくはこのチャンネルの概要欄のトップに最新の告知動画が貼り付けてあるぜ。そこまでいけない人は買えないじゃない？がっかりするのは早いんだぜ。今は七色香り本舗のオンラインショップがあるから、誰でも簡単に買うことができるんだぜ。七色香り本舗で検索すればオンラインショップがトップに出てくるはずだぜ。それはありがたいわね。自慢の工場が聞けないのは残念だけど、品物だけでも欲しい人には嬉しいサービスね。そうなんだぜ。ところでうぷ主の食べるペースが落ちてきたわね。年がいもなく、欲で大盛りなんか注文するからだぜ。学生の胃袋を基準にしたようだから、ジジイにはきついはずだぜ。この日は夕飯も食えないほど腹パンだったらしいぜ。自業自得ね、クソが。クソみてぇな動画ばっか作ってるくせに、大盛りなんか注文しやがるからだぜ。ボロクソだな。完食したぜ。よくで食い切ったのね。美味しかった、ごちそうさまでした。デザートまで食ってやがるぜ。
オレンジ食べたい。ニコニコ食堂はセルフサービスだから食器を自分で下げるんだぜ。こんなに安くて美味しいんだから当然よね。さっさと片付けてるけど私たちにおごるの忘れてないだろうな。これってこのまま帰る勢いじゃね。ふっくらけなクソみてえな動画作ってても約束はちゃんと守るから。でもそんなこと言うんならもうやめようかな。ちゃんと別にオーダーしといたのに。電源撤回。神様仏様国のポカ様やったー。カルビクッパ丼最後までご視聴あざした。また見てねー。見てねー。